レレガンジャリン1709ガブリエレベラ速1709年に凍ったラグーンの一部イタリアベニス1709年の大寒波とは1708年の後半から1709年前半までに西ヨーロッパで発生した大寒波であるこの過去500年のうちで最も寒い冬はマウンダー極小期と呼ばれる太陽活動の変化によってもたらされたとされている 英語ではザ・クレート・フロスト、フランス語ではレ・グランド・イヴェールと呼ばれる。ウィリアム・デ・ラムは大寒波の最中の1709年1月5日、ロンドン近郊、アップ・ミンスターで気温を計測している。結果は摂氏12度で、この数値は彼が1697年に気温を測定し始めて以来の最低気温である。また他のヨーロッパの気象学者たちも、 同様に最低摂氏15度記録した。デラムは、著書、哲学器用の中でこの寒波は、人類の記憶の中で最も激しいものであろうと、記している。オルレアン公爵夫人のエリザベート・シャルロット・ド・バビエルは、オーバに当てた手紙の中で、私の人生で、このような冬を見たことは一度もありません。と書き、ドアを閉め、暖炉の火にあたり、毛皮の防寒具に身を包んでも手紙を書くことが、 できないほど震えているとその寒さを表現している。また、大北方戦争の最中、スウェーデンのカール12世による、ロシア侵攻は、この厳しい冬によって著しく停滞した。冬の嵐と霜によって、スウェーデン軍の兵士少なくとも数千人が死亡し、一晩のうちに二千人が死亡したこともあったという。一方で、ロシア軍は寒波への備えが整っており、 基本的に屋内に泊まったため、損失はスウェーデンと比較して大幅に少なかった。この対応の差は、翌夏のポルタバでのロシア側の最終的な勝利に大きく貢献した。フランスは特に冬に強い打撃を受け、その後の基金は1710年末までに60万人の死者を出したと推定されている。近年ヨーロッパに関して知られている気象学的なメカニズムでは、 この大寒波を説明することはできないことから、この冬の急激な気温低下は、ヨーロッパの気象学者たちの注目を集めている。サンダーランド大学の気候学者であるデニス・ウィーラーは、この寒波に関して、何か異常な事態が発生していたはずであると述べた。ありがとうございます。